組織の問題なんですよ。これビッグモーターの時言ったかな、確か。今日のニュース たまには、あいちゃん変わってよ、今日のニュース。いきなり変わってですか、告知もなく変われと言われるんですか。まあいいですけど、これすごい今日ね、テーマにも挙げようと思ってたんですけど、世の中のね動きがまた世論が変わってきてるなっていうのがすごく思ってまして、世論が、まあ世論はまた打て打てって始まったな、アメリカまあアメリカもそうなんですけど、日本がね、日本があまりにも閉鎖的な昔ながらの本当にねやばい組織だよなっていうのが、本当に日本は相変わらず日本人として生まれて恥ずかしいなって思うことが多かったですね、最近いろいろと感じてるのは多いな、それが。いや本当多くてね。いやだからな、それを分からせる劇場やってるんやから今。本当ですよね。だから言ってないの、俺これもう多分20回で劇場やってるわけよ今、映画。それがね、劇場がねすごいね表舞台に出てきてるんですよ、そのすごく。やっとね映画化して見せてるって感じですよな。本当だよね、うん、と思って、それは昔からあったやんって。まあいやだから要はデグラスっていうか暴露っていうか、それを劇場化してるって感じですよ。こんな悪いことしてます、あんな悪いことしてます、こんなことしてましたね。それを悪いことしててみんながどーっと黙ったことが明るみに出てる部分を見てるとね。そうそう、まあそれ後でやろうか。ほんでな、はい、アメリカ打て打てとはまた何を打つのよみたいな話やねんけど。いやまあ、だから一部ちょっとね、はい、一部の何ていうかな、小学校みたいなやつではまたマスク着用義務とかな。あ、まあ、いや今インフルエンザがねなんかやり始めて、でまあバイデンはなんかいきなりマスクして登場しだしましたまたみたいなやつとか。マスクコロナというか、ね、インフルがだからな。いやそれじゃないのよ、何のために打つのっていう話なんやこれ。ああまあね、でそれを何のために打つんですかって言ったら、さあ分かりませんみたいなこれな、あのな、俺これこの動画で何回か言ってるけど、いやこれな、カルトよ、カルト教養、もう完全にこれ恐ろしいよこれ、ほんま多分カルトえカルトっすか、カルトで、まあ WHO がまあ ね、 ね、基本的にまたやっていきますっていうのと、でまあ何やったっけ、ちょっと待てよ、ね、あとね、ちょっとな、俺カザフさんのニュース見てたんはな、あのね、はい、ちょっと調べたいことあって見てたんやけど、はい、まあロシアウクライナをきっかけに天然ガスとか石油原油やな、サウジと UAE 含めて向こう、はい、行っちゃいましたと。でまあ今これ、はい、資源高のインフレですよね、要は燃料ですわな、はい、でね今ねちょっとここへ来て一気に出てきたかな、ウラン、はい、うん、ウランのその争いっていうか奪い合いみたいなっていうか、まあそのニジェールってこれ動画でも何回言ったように西アフリカのね、はい、そのフランスからの解放っていうかな、植民地からの解放っていうことで、はい、今まだちょっと戦ってるわけよ。で雨、はい、米軍が引き上げる寸前っていうか、もうほぼ引き上げたみたいな感じのところまで来てんねんけど、はい、ウランですね、うん、ニジェールが、あそこね、ウランのすごい産出国なんですよ。うん、であれがね、フランスにくすね取られとったわけよ、くすね取られてたっていうか、安い値段で買い叩かれとったわけよ、あそこのウランかな。でそこあれをフランスが買い叩いて持って行って、あフランスで精製して、そのウランは日本原子力に使うウランのその精製したものは日本に来てるわけですよ、フランスから。うんでちょっと興味あったんでね、でカザフなんかもな、すごいあのウランの産出国なんですよ。でカザフスタンの動きをねちょっと見てるとな、あのねこれ今天然ガスと原油高はもうちょっと続くんです。要は、はい、
サウジは減産で、ロシアも減産方向なんですよ。減産というのはそんなにもう掘りませんよっていうか、抽出しませんよみたいな方向なんで、もうちょっと燃料高いくんですよね、これインフレは。ここに来てウランがね、一気に多分高値つけてくるっていうか、ウランも高値じゃないと売りません、4倍5倍します、今までみたいな。ってなってくると、これ原子力原発のその燃料も上がってくるみたいな話になるわけよ。でね、これ何演出してるかって言ったら、やっぱ世界中で演出してるのはね、燃料高攻め、燃料高で攻めてくるっていうな。でもまあこれちょっとやってるわけな、今ニジェル、あの2社で。そうですよ。でね、あとな、ちょっと面白い、これコントみたいな話なんやけど、はい、あの林外務大臣の俺やろ、日本に。ウクライナ行ってな、この間。ほんで私たちは最後までウクライナと付き合いますみたいなな。もう世界中で日本だけこんなことやってる。これなぁ。俺コントかよと思うな、俺もう。で、まあそのまあ皆さんご存知のように G20 やったわけよな、今回な、インドでな。で、はい、この G20 も皆さんもう一般の報道でも見て分かったように、相手されてないんですよ、日本で。お前とも金だけ持ってこいみたいなな。なんで何の相談も何にもなしで、はい、決議、採択しましたみたいな感じになってるわけよな。でね、これ G20 どういう意図があったかっていうと、フランス、アメリカ、バイデン、あの偽バイデンの方やな、3代目バイデン。今あれ3代目ぐらいになってんねんけど、あれはどちらかというと、その今この、劇場っていうか映画制作をやってる方の宇宙軍みたいなもんですよ、はい、軍というか宇宙軍というかな、はい、宇宙軍のに動かされてるのがあの3代目バイデンですか、あれとフランスと、ドイツとでインドでブラジルやったっけな、まあまあその今回 G20 のなんていうかな、もう手を組んで採択しましたみたいな方向持っていってるんやけど、結局何言いたいかというとな、もうドイツもフランスもブリックスの方、ブリックスっていうわけじゃないけど G7 西側から出ていきましたみたいなことですよ、あれ分かりすると。ええかな、はい、それと並行してウクライナ行って、私たちは真珠一緒にしますって言いに行ったわけよ、あのバカが。もうな、これな、もうコントよりひどいよ、本当。もう最後日本だけになってる、本当な孤立やな。まあ、であとまあ日本の方、まあ、今日は日本中心に言うけど、今このジャニーズから始まって、そう、下ネタ攻めだから、原子力攻めでしょ、原子力攻めと下ネタ攻め。あれもう俺あれ見た瞬間に劇場がもう表舞台に現れたなっていうのがすごく感じましたよ。次何来るか教えたのか、下北攻め、はい、AKB40 あの辺来るよ多分。少女売春みたいですな、幼児売春みたいですな。で、あ、ごめん、ちょっとまだあった、もっとコントがあったわ、今回あのウクライナにあの、はい、ラックのあのおっさんついていたから、ラックって、言ったやろ、だからあれログでもないやつなんで、もう竹中平蔵とあんま変わんからな、あれ。で、あれくっついてて何言ってるかあったら、ウクライナの復興でちょっと儲けさせてもらいますみたいな。ナチスかよ、お前はみたいな。もうだからあれでね、あの楽天のあのおっさんの正体も出たってことでさな、これで。はいはいはい。で、まあ、その、まあ、要はもういっぱいありすぎて、で、まあ、あれも楽天もあんなもんやと、楽天モバイルをウクライナでやりましょうみたいな、日本では赤字なんで、ウクライナで起死回生の一発みたいな、うまいわ。で、あと何やったっけ、さっき言ったように下ネタ攻めな、燃料、原子力攻めと下ネタ攻めな。で、ね、順番に出てくるんよ、下ネタ攻めはな。だから言ってやん、ほら、エプスタインなんですよ、世界もやられてるのは、はい。エプスタインというのは、その要は下ネタを握られてるわけですよ、みんな。いや、ね、はいはい、いや、バチカンもそうだし。まあ、だから、なんていうかな、一時が万事、こんな調子なんで、はいはい、あの日本の場合は、
その何やったっけ、まあ、しなんね、あの、そのうち東京に CDC 置くとかな、で、まあ、感染症なんちゃらかんちゃら対策なんちゃらもう準備整ったんで、いやこれなまた打て攻撃来たら打つので日本だけなんじゃないのみたいな、どこの打ちたい 100% 打ちたくないですけどね、もうね、えもう 100% 打ちたくないですけどね。いや多分なもう一回来ると思うわ、打て打てじゃない、だって打て打てってだって来ましたもん、手紙がうちの方に、ね、本当にいやいやもう打ちたくございませんみたいな、もうなんかもういやあのなあのほれ某製薬会社な、はいはい、某製薬会社からしたら夢をもう一度なんよ、やっぱりあんだけ儲けたからな、もう夢をもう一度、夢を聞くのもねえよって話ですよね、本当に。いやいやでもはっきり言ってるからな、夢をもう一度ってあいつら言うなよ、結構公言してるからね、夢をもう一度って、いやいや公言すんなわ本当に。ああはい、どうぞ。そのうちなんか公安にこう捕まえられて羽交い締めにされて背中にぶちってあれどうちゃう。まあね、そうですね。そこまで行くんちゃうから今回は言うぐらい勢いやもんな。はいはいはい。なんでそんなも出したらあかんのよみたいなな。日本がね、アカデミーにね、マッソーに対してももうすごい分かりやすくなってるなと、劇場だなって劇場になってきてるなと思っていて、うん、まあ、それに関してちょっともうちょっと深掘りにね話していきたいなと思ってて、じゃあ何話すのって絶対突っ込まれるんで、僕の中で思っているのは結局今の状況はこれでいいんですけど、結局そこから見てじゃあ結局最終的には心の問題だよねって話だと思うんですけどまだざっくりしちゃってますけどね、はい、だから、はい、まだ神様が早く改心しなさいって言ってるでもさ、でもまあそれは置いといてでも、うん、本当に日本のシステムやばいよねって話をしたいんですよ、うん、で今更ですよ、うん、今更のことで出てきて、海外の方から圧力かけられてメディア動いて今更出てきて、昔は全然それがなかったってそれだけ隠されてて、まあ、それも海外が隠してた部分もあるでしょうね多分ね、うん、でもそれがもう耐えられなくなっちゃったから暴露しちゃって、それで世間の目線をそっちに見せさせるそんなことがもうバレバレになってきて、マッチョな話聞いてるから余計感じるんですけど、だからこれこの動画いつも見てる皆さんは僕が言ってることよく分かってると思うんで、もう劇場言ってるでしょ、ずっと映画で劇場ですよ、でね、その最終回ぐらいのとこまで来たっていうのも見ててよう分かるでしょ、だからいやよう、そう表面化してるんですもん、分かりやすいことな、こいつが こんなことしてました、あいつがこんなことしてました、あそこの組織はこんなことしてましたいうのをこう順番にずっとやっていってるわけよ、これな、劇場化して、で、はいはい、最後はみんなが分かるよ、これね、なんでこんなことやってるかって一つさっき言っとくとな、はい、これ何も分からんまんま、はい、なんていうかな、何も分からんまんまそのショッピーでいくとショッピー行くでしょ、んだら、はい、内戦みたいになってまうんですよ、うん、内戦中かもう割れるんですよ国がね、で戦いみたいになってくるんよ、はい、うん、でええか悪いかは訳分かってん人が残ってたらな、はい、例えば維新がほんまに悪いとかまだ知らん人大阪におるわけですよ、はい、でもそれをね、はい、維新引きずり下ろしてまうとな、やっぱり違う勢力が悪いやつがおったとかになってくるからな、だから順番に見せていってるわけよ、こんなことやってるあんなことやってるってな、はいはいはい、みんなが知ってみんなで引きずり下ろすみたいなな、はいはい、まあそれはええわ、ほんでね、あのね、これ前何回前の動画で言ったか分からんけど、はい、これね、個人の問題じゃないんですよ、心の問題はあんねんけど大前提にな、組織の問題なんですよ、これビッグモーターの時言ったかな確か、あのね、一人個人じゃそんなえげつないやつっておらんのよ、ただ組織化してまうとこうなってまうっていう形なんですよ、だから役人もそうですわ、役所なんか特に英霊です、官僚とか、だからその悪いって分かっててやってるかやってないかとかもいろいろあんねんけど、その要は何て言うかな、組織の中でいればしょうがないよねってやってるとか隠してるとか、そういうことなんですよこれもう全部が今、うん、ね、本当それが透明化してて、うん、本来は信じられないことじゃないですか、まあ本来はね、本来っていうその定義もおかしい話なんですけど、
うんうん、まあだからな、当然個人の心的なもんあるで、それ改心していくっていうのは洗い流していってるっていうのはあんねんで、うん、だから本当極悪っていうか、そういう変態っていうかな悪いやつはもうこれもうどっか行ってもらわなしゃあないんで、そうね、これは目をつむんやけどな、ただな、うん、言ってるように個人個人の問題っていうのは組織の問題なんですよ。組織の闇っていうことなんですよ全部。闇だね本当ね、うん、だからこれまあ愛ちゃんとか俺なんかは自分自営業みたいなもんなんでな、自分で会社持ってるちっちゃい人らは、うん、こういう人らはこれから先もあんま変わらんのですよ。ただね、ほら、うん、大企業とかの人しんどなりますよって言ってる理由もこれで見えてきたでしょみんな、うん、見えてきますね、本当分かってきたでしょ、うん、要はなんか分からんけどこんなことほんまはやっちゃいけないんじゃないのって思う倫理観をこうなんていうか組織の中ではやってしまうみたいな。ああ 100% ありますね。あるでしょそういうことって。 100% ありますね、うん、仕事だからしょうがないわねとかな、はい、ありますで出世のためにはしょうがないわねとかな、はい、でその僕前にもこれ何回か言ったその業界業界の独特のなんかこう風習みたいなやつがあるんですよ。あります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 。それおかしいやろと思うことでもやるわけ。おかしい、100%おかしい。でしょ、うん、で、それが全部今回正されていくって形なんですよ。ということはな、その組織そのものが、その崩壊というか、その崩れていく、この倫理観自体を問われるような形になっていくんよ。ほんでね、倫理観ね、個人個人のその心っていうのが洗い流されていく時代なんでね、で、みんなが知ってこれいけないよね、おかしいよねって思うようになっていくじゃないですか。うん、もうそういうまともに改心していった人は、そういう組織の中ではもういたたまれなくなってくるんですよ、もう。うん、よう考えてこんなことやっとってええやろか本当と。そうそうね、うん、また上司とかに言ってしまうじゃないですか、同僚とかに、うん、押されるわけよな、うん、こいつ何言ってんだみたいな。まあまあまあ言って、まあ、周り右みたいな感じだもんね本来はね。 でそういう人たちはもうそういうとこが出ていくと、もう、うんうんうん、そういうことでしょ。そういうことですね、はい、そういうことになっていくわけよこれ、うん、だから、うん、組織の問題なんですよ、うん、だから組織の問題がもうあるこの明るみに出て始めてるというかもう止められなくなってるっていうのが現実ですよね世の中に。これどこまで行くんかなと俺思ってんだけどな今回。いやなんか、ね、それでさまたこれ面白い話なんですけど人間の倫理観じゃないですけど昔さ何も言わなかったやつだわ、まあ、今回反撃されないからって言ってボンボン言ってくるやろうと思うのが多くて多くて昔はなんか黙ってた人たちがまああのとある方が亡くなっちゃっていないからもう攻撃されないから仕事なくならないからって好き放題言ってるっていう側になっちゃってるっていう、まあ、またこれもこれでなんかおかしいな図が生まれてるっていう、うん、まあだからな端的に言うと俺あのジャニーズだけ一つちょっと例にとるわでね、はい、あれ見てるとな、はい、まあなんかくだらん4時間もなんかくだらんだら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 やってるわけですよ。でねあれ何な長い時間だら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 やらされてるかっていうとな、はい、要は吊るし上げられてるわけですよ。貼り付けですわ。貼り付け獄門みたいにされてるわけよ、ね。うん、そう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 。ね、ジャニーズの問題はそうですね。はい、でね、まああれがどうだこうだ言うとおんねんけど、俺見てと思うのはな、はい、まあ組織のその隠蔽体質っていうか、声を表に出せない体質は悪い。これはもう仕方ない。こっち置いとくわな。これさっき言った話だな、はい、うんうん。でもそれ以上にやっぱりな、あの変態が一番悪いわけでしょ。死んだ。そうでしょ。死んだ。そうです。あの方は一番悪いですね。うん、俺あれ見てと思ったけどな、あれ。欠席裁判なんですよ。死んだ人のことやってるわけよ一生懸命。うんまあそうね、うん、責任問うとか問えへんとか言ってるけどな、そんな、うん、生きてる間にやれよとか思うけど本当にそれはなんでそのもう世の中にこの世の中にいない人のことを責めてて今いる人たちの立場の人たちのことについて何も言わないけど逃げちゃったらのと思いますよ、ね、そう、うん、でね言ったらあのメディアもそうやしな、芸能界全体の話なんですよ。そう、ね、それはすごくなんとなくその感じますそれは、うん、だからなあそこでなジャニーズがどうとかこうとか吊るし上げとかするんじゃね、まあそれはまあまあまあそれこっち置いといてな、普通はな、普通はやで、うん、メディア全部が悪かったですと、芸能界が全部が反省しておりますと、うん、いうぐらいの芸能人が出てこらあかんや普通はもう、うん、それをね、また変なニュースでジャニーズがどうだこうで叩くわけでしょ、うん、もうだからあれ見てると吐き気するわな、もう お前らみたいな。でやったら結局さ、なんか本当にいろんなものが浮き彫りになってきてますね今ね、もう本当にね、隠しがもうそのまっちゃんが言ってたその今まで蓋をしてたものがもう耐えられなくなっちゃったんですね、その蓋がね。うん、まあだからここどこまで行くか先まで分からんけど、まあ芸能界は順番にそういう感じでね、
要は幼児ですよ、はい、要は未成年ですよね、未成年のそういうことをね、はい、あの気持ち悪いやつな、あれが順番に行くのと、うん、あと俺やっぱ相撲ですか、あれも大概やからな、まあ、あれが出てきたらみんなドキャーどころ違うけど、うん、もう俺これ容易なんけど恐ろしすぎて、まあ相撲協会はまあいろいろと難しいところですかね、相撲とな、はい、まあ最後のドキャーは相撲とか皇室、うん、まあまあ、まあ、ここ出てきたらもうな、おじいちゃんおばあちゃん泡吹いてひっくり返るみたいな、はいはいはい、そこまで行くかもわからんな今回は、まあ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 、あの辺は前昔から言われてることですけどね、昔からあったことですけど、まあまあね、あそこは、まあだからね、そんなこんなでな、そういう変な接待っていうかな、うん、あのエプスタインですよ日本版の、そういうことやってるかっていうわけよ、はい、でまあまあさっきジャニーズの話はそういうことよ、結局芸能界全然問題でしょとこれと、うん、いうやつが一人でも出てくりゃね、やっぱりね、いやよく言ったってなんねんけど、なんかあんな欠席裁判な、あんなことやられてもみたいな、うん、あれ結局あれが出てきてるのも要はもう世界の中でももう日本っていうのはその最終的な、なんだろう、最終的なところまで来ちゃってるっていうところの、そうなんですよ、だから、うん、何回もトランプが何回も言ったように最後は日本だって言ってるのこれなんですよ、うん、始まりましたみたいな、最終的にこれって今日本だ、これでこれが 2,3 年こういうことが続くんですかね、日本で、ね、2、3、どういうことかわからんけど、まあ、金融のクラッシュ的なことを含めて、まあ、金融のクラッシュというより、まあ、ここで一旦終わりね、みたいな ね、うん、ね、今のシステム一回やめましょう、みたいなとこまで含めて2年かからんと思うよ。あ、でもその時って、結局、僕の中の今の見立てですけど、これ正しいか分かんないんですけど、あのこのニュースを出しておくことによってそっちにみんな注目いかせてるっていう感じでもあるんですよね、多分ね、やってる、だから今いろいろ法案通してますよ、まただよね、そうですよね、やってるやってる、そっちを要は全部メディアをいかせてる相手に裏では法案を通すことやって表で要は出さないようにするための施策をやってる意図もそうですじゃないですか、何か、まあまあまあ何やってるかあったら財務省やな、はい、財務省的にはそのくすね取る準備、今のうちにこう法案通して法人税も上げるよみたいなやつとかな、ですよね、だから毎回こうなんですよ、あのね、でもまっちゃんの話聞いててすごく分かったのは毎回その仕組みですよ、なんか芸能系とかあのなんか注目するメディアがと上げた時にただ花火をバーッと上げた瞬間に裏でつなが動いてるんですよ、で国民の皆さんもうちょっと絞り取らせていただきますっていうのが一つと、でもう一つは国民の皆さんもうちょっと注射打ってもらわな困りますからみたいな、その法律を整備してるって感じですよ、今一生懸命頑張ってる、ただこれもいかんから前へ、うん、もうそれも前へいかんのですよ、あの要は言ってるように大日本帝国の残党がうじゅういっぱいおるわけよ、まだあれ全部整理するってこと、吹っ飛ばすってことやな、うん、まあただあのね、やってることを表に出させるってことなんで、これ政治も一緒ですよ、官僚も財務省も、うんうん、もうその嫌がることやりまくらせるみたいな、はい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 、あれも暴露されるってことですかな、だから、はいはいはい、やっぱりその今ってメディアっていうか個人個人のメディアが増えてきたじゃないですか、うん、で個人個人がこの情報発信できる、まあ、待ってもそうですけど、この時もそうですけど、情報発信できる時代になってきてじゃないですか。なんで、皆さん、頭は良くなってますよね、人間個人個人はね、確実にね。だから、騙されなくなってきたっていう感じは、うん、だから、俺かなと思ってて、うん、信じる時代じゃなくて、知るっていう時代になってるっていう、そうですね、これで分かるでしょ。だから、自分たちが調べて、自分たちでも分かるからこそ、要は騙されなくなる。でも昔はそういう情報っていうのがもう一括からしか発信できてなかったから、結局情報の何だろう、格差っていうのは出てかなかったから、統一っていうか言うこと聞けてたから、今はこの二極化してるんで、知ってる人は圧倒的に知ってる、知らない人は知らないっていう人たちがいるから、その溝の真ん中ができちゃってるから、だからなかなかもう崩壊し始めてんだなっていうのはすごく感じになりましたね。うん、だから違う地球に住んでるみたいな。はいはいはい。分かる。だから、でも逆に、だからこそだから、我々もそうだけど、その、
皆さんこっち側の知るっていう側にならないといけないんだよなっていうのはすごく感じます。だから言ってるやつも事実を知らんかったら判断できへんでしょうがって言ってる話ですよ、うん、だからこれそういやだからな、うん、いやだからその疫病があるないにかかわらず打てまだ打てって言ってまだ打ち回すってやっててこれな俺だから科学でもなけりゃ何でもないぞ。もう新カルトですよ、カルト教だから統一教会に壺かえって言われてるのと一緒の話よこれはいはいはい、はい、そうでしょ、だからもうやっぱ事実を知って自分で判断するっていうことやね、はいはいはい、こっから先はもう全部が、うん、自分で判断して自分で道開くっていうしか方法はないけどそれが最終的にさあれですよ、 AI になってくるんですよ本当に判断。いやまあ、まあ、AI はいいけどだから学びなさいよみたいな話なわけでしょこれ。だからどんどん学んで学ばないと今度はその中で勝手にまた今人工知能だろうなんだろうがっていうのがどんどん投入していって結局そこがまたそっちに支配されちゃうから。だからまあ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 前チャット GPT の話したいけどな、はい、ただのツボなんであれも。そうだからな、AI がどれだけ生成進化発展したところでツールなんですよ、うん、ええかな。でねその生成発展進化したって使うのは人なん で、うん、でこれも愛ちゃんが今日の最初の話で言ったらこう人の心になるんですよこれ。そう最終的にそこっすよ、うん、でしょ。だから神天とつながってないといかんし神とつながってないといかんって言ってる話じゃない。もう毎回同じ話で終わるわけよこれいやでもね、だって世の中がだってもうありきたりのそれがもう流れになってて最近やっと見え始めたんですよ。最近やっと見えてきてあれこれなんかおかしいなって違和感した感じになってきてもうねちょっとジャニーズさんの4時間ライブとかいろんな情報を見てもあまだやってるわみたいな。要は悪魔が用意されてるわけやな組織なの、うん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 、でしょ。でその悪魔って何なんかって言ったら理屈へ理屈の世界ですよ。はいはいはい、そうそう、傲慢だね。そうでしょ、そうね、こうあるべきだとかな、そうこうあるべき、こういうもの、こういう価値観っていうのはね、あれがこうしないといけませんとかな、本当になるね、うんうん、もっと売り上げ上げてこいとかな、そうそうそう、もっと下請け叩いてこいとかな、そう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 よくあること、うん、売り上げ上げれんねやったら無理やり作ってこいとかな、そう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 、無理やり作れとか無理やり達成させないとかいけないとか無理やり改善させないとかアホかと思う。あのあいつクビにするからお前も協力せえとかな、そうもうな。だからその組織の中でやると粛々というか淡々とそういうことしてしまうというな、うん、そうそうそう、だからこれ理屈へ理屈の世界ですわ。だからこの理屈の世界をはもう悪が憑依してるわけやからな、うん、もうこれじゃもう土台前いかんよどの業界も、うん、そうね、でまさにその理屈が支配してる悪魔に憑依されてるっていうのは代表格は金融ですわまあね金融はそうですわな、銀行ですよ、銀行とはな、うん、だからで役所官僚ですわだからあっこら辺からガタ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 崩れてなってってるでしょ。だからもうすでにアメリカも買ってんねんか、それだアメリカでやってきてることはもうどんどん日本に行きますから、まあ、その当たり前にガクンと下がります。だからこの謎の中央銀行システムな、この動画で50回言ってるこのわけのわからん永遠に利息が膨らみ続ける謎の中央銀行システムな、うん、これもう無理やって、うん、てかもうやめ一回やめる、もう一回もう本当にリセットみたいな感じ。だからあとは本当次国が発行するんかどうかは分からんけど新中央銀行っていうのになるんかな、うん、日本新中央銀行っていうことになるんか、まあその国自体が発行するんか俺にはちょっとよく分からんけどどっちにしろ解体ですよ今のやつはもう、うんうん、基盤がなくなってくる。でもそこにどう折り目をつけるかですよね。だから要は一回破綻するのはその通りなんでしょうけど、やっぱりそこをどうやってとか納得いかない人がいるし折り目が少ない人がいるからどう、うん、だからそうだから ねやるかですよね。その民衆っていうか国民っていうか世界中の人が納得せなあかんわけでしょやっぱりそういうこと。そうなんですよね。でもだからこの劇場を見せてるわけよ。ああなるほどな。これで分かった。うーん
これで順番に順番にやっていって、だから言ってるように、早最終回行けよと思ってるのに、なんかまた来週、また来週で続く、ここに続く、続く。要は納得させる、口実をどんどん作らせるってことでしょ？そうそう、それをね、なんか4年か5年かけてやってる感じですよ。だから、脚本作る人も大変やったと思うで、これ今回。ここに続く、来週に続くみたいな。あとは、はよ、で俺トランプが出てくるのは、はよ最終回はよ行けよっていつも思うやけどね、まだ続く、うんうん、続くみたいな、うん、だからそれをみんなが知らんと納得いかんわけでしょ、うんうん、いきなり金を潰すってなんでそんなことすんのよってなるからな、うん、それをやってる理由っていうのはみんなが分かっていくってことでしょ、これ、うんうん、だからまあねえだからまあまあ、あと何をどう言ったらいいかわからんぐらいね、結論本当だからもうあの金融とかファンドとかな、もうああいう、はい、ありもせえへんもんあるように見せかけてな、へりくつこねてなんかやって金儲けしてるような世界はもうダメってことですよこれ、うん、もっと地に足ついた、うん、なんていうかな、実体には実体経済っていうかな、実体のやつですよ、はいはい、もう、うん、そうですね、あと、うん、おかしいでしょこの30年40年特にその金ぐる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 回してるやつだけが金持ちになっとったでしょ今まで。そうですね、金があったらやるほどありもせえもう引っ張ってきてくる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 回して膨らまして、そうですね、はい、金融とか IT とかな、はい、うん、ああいうやつら若い金持ちになって、実際じゃあ、はい、町工場で下請けで汗水垂らして一生懸命頑張ってる人はすごい思いしてきたわけでしょ、はい、そんなアホみたいな経済ありえへんの大体、はい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 、そうでしょ、それをまあロシアがひっくり返したってことですよ、うん、ただまあこれ何回も言ってるのロシアがじゃあ天下が続くんかったら続かんから、そうですね、これはあの一定の役割やから、ロシアっていうのは、まあ、プーチンロシアっていうのは一定のその役割を与えられてるってことなんですよね、今回その力ですわ、うん、軍事っていう力を使って世界を一回こう収めるっていうかな、うんうん、おとなしくさせるっていうか、うん、一回崩壊させるっていうかな、うん、まあ、その役目を背負ったんがロシアってことですよ、まあ、ロシアも大変ですよね、あだこだれだか毎回毎回ね、本当に。で、これ、一回はもうその他局化ですよ、局がなくなるって感じですよね、うん、まあ、アメリカもバラバラになっていく、中国もバラバラになっていくと、うん、で、EU もバラバラになっていくと。てか、全然ちょっと一回話それますけど、中国、本当に日本と同じように辿ってますよね、今。バブル崩壊のな。特に不動産なんて超やばいじゃないですか、今。いや、真似してんねん。ね、本当にやばいほどですよ、見てると。日本よりやばいほどの崩壊規模ですよ、今、うん、中国。いやいや、だからね、うん、膨らんだもんは元に戻ってるだけやって言ったら分かりやすい。だからな、みんな一つのとこつまんでな、バブル崩壊だーだとか、うーだとか言うけど、はい、膨らんだら元に戻って。ただそれだけの話なんですよ、うん、そうでしょ、そうですね、その膨らむのがじゃあいつまで続くんですかって、永遠に続きますってなんて誰も思ってはないわけでしょ、思ってないですね、でも続きますという甘い幻想を見てる人たちもいるってことですよ結局。まあ一度おいしい思いしたらまたおいしい汁を吸いたくなりますからね、人間ね、そういうことなんですよ、ね、だから膨らんだもんは元に戻るんやって一回、うん、じゃあ今日不動産の話ちょっとするけど、日本の不動産どうなんのよみたいな話になるけどな、はい、日本バブルなじゃないからな、もう、うん、だからもう低迷期ですよ、なんかどっかでな、日本の不動産バブルは崩壊するとかああだこうだ言う人おんのよ、いろんな人な、はい、そもそも今バブル違いますからそもそももうシューって小さくなって、風船でもの弱いわの風船が頑張って膨らもうとしてるぐらいのやつだから、日本の不動産がバブルやったら日本の不動産がバブルだったら世界の不動産どうなんのよみたいな日本もね、元のね風船を交換しないとね膨らまらないですよ、だって元がもうシワシワなんだから、おばあちゃんなんだからしょうがないよね、うん、不動産はね今日ちょっと話しとくけどな、そんな影響ないよ、で中国の上でその中国がどうなったからとかこうなったから日本も大変だとか言う人おるけど、ないよ、何の関係もないよ、だから入ってくると思うわ、中国の金が日本に、はい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 、逃げてくるってこと、だからみんなね
まあ、僕どっちかだ、世界、外国からの目線で見るからがわからないけど、安いんですよ、日本の不動産、とにかく。ちなみに、どれぐらい違うんでしたっけ？どこと？いや、どこっていうか、平均的にね、では今、マッチン安いっておっしゃってるじゃないですか。じゃあ、世界基準として、世界の平均っていくらなんですか？大体いくらぐらい？だから平均なんて取ったらおかしくなるやん。大体平均値って何やおかしい。で、例えば、東京しようか。東京言うても、東京のどこどこ、23区のどこどことかな、東京郊外いっぱいあるよ。ただ、一番いい部分っていうかな、一等地レベルの話しようか。まあ、銀座のどこどことかな、まあまあ、東京の比較的ここはその高いよねっていう場所の代表的なところで言うと、ニューヨークと日本の差って言ったら、やっぱりニューヨークは3倍から4倍、もうちょっとかな。で、ロンドン、ロンドンに関しても、やっぱりロンドンと東京やったら、そうかな、まあ、場所にもよるけど、それでも 2.5 倍から3倍で、上海、東京、上海に倍。なんでその倍なんで日本って安いんでしょうね。いや、ほんで、あと、香港、香港に至ったら5倍ぐらいしてみたのかな。で、あと、シンガポール、もう 2.5 倍ぐらいするかな。まあ、もうちょっとかもかな。あと、まあ、世界中いっぱいあるわな。あれ、あれだ、これだ、あれだ、これだ。なんででも日本そんなに安いんですか、として。なんで日本ってそんな安いんですか。ねえ、なんで安いんやろな。だから、これから上がっていくと思うわ。あいや、だから逆にね、例えば愛ちゃんがな、ニューヨークに乗って、いや、不動産下がっていくと、いやいや、これはダメだと下がっていくと、まあ、中国でもええわ、愛ちゃんが中国の人 で、はい、下がっていくと、これはもう中国に投資しても仕方ないと。で、その金、売り抜けた金って、不動産一番硬いんでね、やっぱこれからちょっと先は。やっぱ金融っていうのが不安定化するんで、やっぱ金、国現物なんですよ。ゴールドでもええしな。言ってましたね。やっぱりちょっとの間、それ最後まで続くってことはないんで、一時ですよ。混乱混沌の時って現物が強いんですよ、やっぱな。金融は不安やん、要は通貨不安ですから。信用してないってことだろうな。現物になってくれるけど、やっぱり不動産っていうのは硬いんですよ。で、あると、愛ちゃんが中国の人でな、じゃあどこ買いに行くって、日本しかないんよ、もう。日本安いからね、そりゃそうだよね。安いし、治安ええしな。で、買えるんですよ、日本の不動産は。だから買いに来るんですよ、やっぱ。まだこれから来ますよ。でも、バブることはないよ。まずない。もうな、一回30年前の崩壊経験してるから、もうないよ。なあ、もうみんなね、そこを恐れてる部分もありますもんね。もうあんなひどいことにはなりたくないと思って、回収した人が多いから。なるほどね。だからな、まあ、その場所、田舎のな、とんでも突拍子もない田舎は、そのね、もうそういう投資対象にはならんけど、そこそこの場所で利便性のええとこやったら、そんなに差がないよ。逆に上がっていくとこも出てくるわ、まだこれから。まあ、だからそれが東京だけなんかって言われたら、やっぱ違うと思うんですよな。やっぱその、こっから先、そのあるかないかは別として、やっぱ地震っていうのもまたあるからな、これから。で、そのどこであるかは別としてよ。だから、あまりにも東京に一極集中っていう形ではないと思うんですよ。それは確かにその根はついてると思うんですよ、やっぱ東京はな。ただ、もうちょっと分散気味。ただ分散するけども、その地方の田舎の利便性の悪いとこは、そんなに不動産の値打ちはないと思うな。地方でも、場所の一等地みたいなとこいっぱいあるじゃないですか。例えば、青森県でも一等地はありゃ、秋田県でも一等地はあるんですよ。どこの地方都市でも一等地っていうのはあるんですよ。そういうところは当然人がおらんようになることはないんで、で、東京にいる外国人もやっぱ地方出ていくから、やっぱどうやったって分散していくから、やっぱり地方の中でもええ場所っていうのは安定してると思う、やっぱ。まあ、それはそうでしょうね。だから、まあ、それは何年続くかは分からんけど、金融不安っていうか通貨不安ですよな。要通貨そのものが世界的にこれもうあんまり価値ないんじゃないのっていうのが、多分3、4年、ぐらい続くような気すんねんな。やっぱ現物ですよ。で、まあ、その後新しい安定した通貨っていう形にはなんねやろうけど、ただまあ、今みたいにその膨らまして転がして儲けるみたいなやつじゃないと思う。本当実体経済に沿ったやつやと思うな。でも、その時にでも不動産持ってれば変わらんよ。あれ、まっちゃんって一等地持ってんだっけ？まっちゃんって持ってる不動産って一等地なんでしたっけ？いや、俺、いろいろ。
あ、いろいろなんだ。バラ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 けてる、うん、あ、バラけてるんだ、うん、だから場所に関してもエリアに関してもバラけてる。あ、集中してないですね。なるほど。そうそう、福岡もあれば、福岡もあれば徳島県もあれば愛媛県もあれば大阪もあれば兵庫県もあればみたいな。あ、全国にあるんですね。全国にあるよ、うん、それ初めて聞いた。上、まあまあ西やな、西、東は、東はね、行く時かなんか横浜とか、あと岐阜とか、はいはい、東京も、あ、持ってたんですよ。あ、持ってたんだ。もう売っちゃった、売っちゃった。あ、売っちゃったんだ。うん、まあこれからは僕西じゃないかなと思ってるんで、西日本かなと思ってる。あの、早く温泉、まあ、温泉掘ってやりましょうよ。温泉買い取って、あの、前言ってた温泉、僕行きたいっすわ。温泉と農家とうまくやったら、あの、1ヶ月ぐらいそこでちょっと言いたいっすわ。なかなかいいのがね、そのぼちぼちはあれしてるけどな、はい、まあまあその整備して先へ進むとこまで行ってない。まあまあそれはのんびりやりますよ、はい、でまあそのああいうね、その旅館買って自分で再生して何かするとか、その農地を買ってそこで何かするとかな、はい、海辺のとこを買って何かするとかって、そこには別に、ね、その土地が上がるとか不動産が上がるとか下がるとかっていうもんじゃないじゃないですか、別に自分でやることやるだけなんで。そういうのってええよな、やっぱな。うん、でそこにな、あんな変ななんか幼児なんとかみたいなんてないよな、そんな健全なことしてたら。もうな、もうあれはもう本当にあぜんですよ、もう。もう何やってんのよみたいな話やろ。何やってんのよっていうのと、よく、まあそれがメディアも全然封じ込めたよなと思って。あれね、まあちょっと今日こんなね、そんなあれやけど、あれ世界的に見ると相当恥ずかしい話やから。いや本当そうですよ。いや本当日本のメディア恥ずかしいですよ、本当に。メディアっていうか、もうその芸能っていうかメディアっていうのは、まあ分かってるだろう、理解してくれるよ、日本人含めて思われるよな。本当に変に、だって全員がそうはなるわけねえじゃないですか。なんか日本人で変態ばっかりかよとか思われてたもんね。だからそう、日本人が変態じゃない、日本人一人の連中がやってる行為でしょと、ああ思いますよ。そうなるやろ。これはもう YouTube からも伝わりたいですよ。あのね、もう日本人はそんなやつばっかりじゃないですからね、本当にね。あれは本当に一部のアホな人たちがやってるだけですから、本当に。いや本当な、そうなりかねんからな、風評被害で。風評被害ですよ。いや確実に、だってあれ一部のシーンなど気づいたら、日本人全員がそういう民族だと思われても間違ってないですよ。いやだからな、うん、今その福島のね、あの水流した問題で中国人は日本の魚食うなってやってるわけでしょ、うんうん、あの今回のあの一件で中国の風評被害で日本は変態ばっかりだって言われたらな、そうだそうだってなるよね。日本に子供が渡航するときは注意してくださいみたいな。本当だね。襲われないように注意してくださいとか。なあ。風評被害出されたら大変やん。まだ海外のボーイズダブの方が綺麗ですよ。もう。日本人とかアホなんですよ。だからボーイズダブについてとか、レズに対してさ、グタグタ言ってるくせにさ、ああいうやつに関してはさ、黙ってるなんてさ。なんかやってることとか やってること言ってること違うんだよなと思ってね。だからやっぱな、そのなんていうのかな、そのまあ今まではな、やっぱりそのもうそう押し込める力というか、金の力というかな、その組織の力というか、はい、まあそういう形でやってきたんやけど、はい、もうダメよこの先、これはもう無理ですね、うん、もうそんなん全然無理な世界ですよこれ、明らかにな。本当ですね、もうチーンの世界ですね、チーンですわ、チーンって感じですね。だから逆を言うと、その組織的なものの中でも、その上司も部下も先生も生徒もどっちも上も下も、そのなんていうかな、真実っていうか倫理観っていうか、正しいことを実践していくっていうか、伝えていくっていうか、発言していくっていうか、うん、そういう形しかないよな、もうもうないですね、そういう時代ですわ。うん、右向けだから、右向け右もなくなっていくでしょこれ、だいぶ。だいぶね、変わりますね、動きも変わりますし、世の中の流れも変わるし、全部変わりますよ本当に。右向け右もなけりゃ
ねえ、だからやっぱり自分で切り開くってことよな、やっぱな。もはやもう自分で考えるしかないっすよ、もう。わかるでしょ、やっぱ。わかります、わかります。結局は自分で考えて、自分で判断して、自分でいいか悪いかっていうのをやって、前に進むっていう時代になってきますよ、全部そう。明らかにそうなってきたでしょ。明らかにどんなにいいツールが出ようが、いいシステムが出ようが、いいものが出ようと、結局変わんない。根元は。うん、一緒でしょ。まあ、あとは使い方を学べってことですよね、要はね。でね、ちょっとだけ今までよりは難しい風というか、はい、一つブラッシュアップ、一つアップデートせなあきませんよっていう風になってきたっていうのはね、はい、やっぱり天とつながる力、神とつながる力。あ、まあ、それは神とつながるというか、でもそれを端的に何なんかっていうと、直感みたいなやつですよ。まあ、うん、だから輪廻転生、だから理屈、へ理屈、いわゆる倫理観っていうのが理屈、へ理屈に基づいてないっていう世界ですよ。まあ、倫理観っていうのは直感にある世界ってことですよ。うん、うん、だから本当素直なっていうかな、うん、その天に後押しされた素直な心でやっていかんともこの先は進めん。うん、これ明らかによく分かるでしょ、今。分かりますね。うん、理屈、へ理屈で固めたら前行けないんですよ。っていうのは、理屈、へ理屈が全部嘘っぱちやからって話になってくるんですよ。そうね。うん、そういうことでしょ。だから医学の権威も学問の権威もみんな一緒ですよ、これな。うん、そのそもそものエビデンスが嘘なんでしょ、みたいな話だから。本当ですね。よくわかるでしょ、これ今回。うん、だから真実っていうか、その自分の行くべき道の、切り開くべき道の答えは自分の中にしかないっていうのが答えですよ、今回これ。全ては自分の答えなんですね。これよく分かってきたでしょ、もう。愛ちゃんとこんだけやってきた、みんな見てる、毎回見てる人は。もうね、やっぱり結局最終的はそこなんすよ。あ、毎回見てる人は、まっちゃん本当にこうなってきたよね、本当にそうなってきたわね、みたいな。私最初は見た時、あ、俺も最初はそんなあのことないだろうって疑いながらやってた。まっちゃんそんなこと言う、あなたそんなこと言って脅してるでしょう。またもう6ヶ月7ヶ月前はそんなこと思ってたんですけど、今やってみて全部一掃してぐるりと回って、あ、こうなりましたって、あ、なるほどみたいな。これ毎回見てると思ってるよ、もうその通りになったよねみたいな。でね、うん、こっから2年ぐらいは加速するよ、それが。さらにそれはちょっと楽しみだから、毎回やるときに変わってスピードに追いつくように頑張りましょうみたいな感じ。こっからさらに加速するからな。だから僕の最終、この動画の最終回は2年後ぐらいになると思うから。俺最終回の時はお坊さんみたいな格好して出てくるけど。ああ、いいじゃん、結構これでこんな感じで。はい、今日は最終回行きますみたいな。皆さんどうもみたいな。ありがとうございました。まああとね、あと2年ぐらいはちょっと続けるよ。あの最後のゴール、あのゴールいうとこまでな。もう2年間の間で、そのゴールいうとこ行って、俺が最終回ですってこうした時には、みんな、いやー、本当にこうなったのねみたいな。2年前のもう一回見てください。ちょっと1話からとダイジェストに流していきたいですね。そう、本当に地球こうなってるのね。まあ、YouTube のエビデンスで僕もどれだけ成長してんだから2年でなと思います。これ本当にそういうことなんよ。だから、まあ、毎回の動画で答えは今日も一緒でしたみたいな。結論といったら、でも本当にあれはね、ジャニーズの話も含めて組織という部分は、本当にね、動画見てる人もそうですけど。意識していただければいいかな。ちょっと補足入れると嫌な話になるけどな。ちょっと嫌な話になるけどな。はい、はい、はい、どうぞ。自分が勤めてる組織的なもんが、これちょっとおかしいなと思ってるんやったらな、早く辞めるのもありよ、もう。うん。あの、俺、何回ブログで書いてるのかね、やっぱりね、自分でやっていかなあかん世界なんですよ、もう。ああ。だから、要はその心、自分の魂を怪我してまでそんなことやってて、なんかどうやったのっていう世界やからな、次。うん。だからこれちょっともう本当にこれでいいのかなって考えてるんやったら、一歩飛び出てな、自分でやってみるってことですよ。うん。で、それがな、経済的に苦しいとか大変だとかっていうのもな、後から見たらあの時飛び出てよかったわねって必ずのあるんですよ。だからその時決断して判断するのも自分次第ってことですよ。ただ、あのタイミング的にはもうここがこの辺ですよ、もう。うん。こっから先はもうあんまりな、
今が最後ぐらいのタイミングですよ、これ。だからそれはインスピレーションというか直感というかな、自分の直感の倫理観に従って動く。それ理屈は理屈じゃないですよ。だからいつも言ってるのは、僕がこの動画でいつも話してるのは、行動力のを制限してるのはやっぱり理屈へ理屈制限、自分自身の理屈へ理屈、要はお金が大変なんじゃないんじゃないとかな、将来大丈夫なんだろうかとかな、うまくいくんだろうかとかな、子供と奥さんに迷惑かけたら大変だとかな、なんか理屈へ理屈こねて、まあなんとなくやってるわけやけど、やっぱもういずれ限界来るからな。直感的な倫理観に沿ってないことやってるっていうのは、自分の心はいたたまれんようになるわけよ。で、自分の魂崩れていくから、死ぬ時俺何やっとったんよっていう話になるわけよ。これはもう古代から一緒よ。そういうことなんですよ。でね、はっきり言うけどな、会社飛び出して自分で商売してな、その時はみんな大変やしな、どうなるんやって全員不安やねんけどな、大体うまいこと言うからそんな一人で何かやってこけるってあんまおらんから、あいちゃんそうやんの、大体なんじゃかんじゃとうまいことできんやん。なんとか回ってきます。で、なんか危なくなっても借金すればいいだけの話なんで大丈夫です。でね、一人でやってる分にはどうっちゅうことないや、別にそんなもん、そうでしょ。そうです。だからどっかでそういうタイミングで扉開くっていうか出ていくっていうかな、もうな、あとは行動だと思います。大量行動だと思いますそうで、自分のやっぱり倫理観、特化の倫理観信じて、で行動を起こすまではやっぱり、勇気、自分でもな、もう自分しかないわ。大量行動しかないと思いますよ、行動せんと、ね、考えたって行動してなかったら意味がないんで、一緒なの。行動して行動して考えて行動してです。まあそんな感じで皆さん2年後にはこうやってまた来週も来週はどういう世の中の変化があるのか楽しみですね。いや俺もな、ちょっと忙しいよな、もう見るとこが多すぎてちょっと疲れてきてねえけどな、もうなんか生き生きしてますよ。もうちゃんと話せって言われたら、俺朝のニュースだけでも5時間喋れると思うわ。あそこがどうだ、ここがどうだったら、特にロシアから、もう動きが早すぎて、もうついで早く、まっちゃんも政治家になった方がいいんじゃないですか。いや、あんな興味ないって言ってるよ、俺、あんなもん何の興味もないわ。そうでございますよ、もうマリちゃん政治家になったらいいと思うけどな。この調子で政治家やっとったら全然何も。いやなんか異業の政治家も楽しいじゃないですか。で、僕はそれを支援したいですよ。外交やったらやるけどな。あ、いいや、合うわ絶対。習近平に、お前ちょっと釣り一緒に行くぞとかな。なんか暴れ。暴れるな。よし。インドネシアの大統領は一緒に釣り行ってないけどな、一回。絶対なんかうまく物事運びそうやもん。まあ本当にね、釣りでね、まあゴルフでうまくいくのと一緒でな、釣り行ったらもっとうまくいくからな。だから俺、ロシアと外交するんだったら、プーチンちょっと釣りに連れて行くけど。外交しましょうよ。僕、それ支援したい人は。まあそんなな、まあ言い方あれけど、そこまで大胆なこと全然ダメだと思うよ。まあそうですよね、日本っても変わらないですよね。だからどこの世界中どこでも一緒ですよ。まあある程度な、もうちょっと大胆にな、本音でな、付き合ってな、まあ駆け引きはあんねんけどな、本音でぶつけんとな、なかなかこう理屈へ理屈だけでは政治の世界もこの先進まんと思うわ。ごもっともで。はい、そんな感じです。はい、そんな感じで今日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。